オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語を勉強中の方やフランス語に興味があるという方に向けて、フランス語学習を楽しく効率よく続けるための秘訣などを様々な角度からお伝えする番組です。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬祐介です。今回はアンサンブルのベテラン講師の一人、三輪先生をゲストに呼んでいます。こんにちは、三輪先生。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は番組宛てに単語帳の有効活用方法についてご相談のお便りが届いていますので、三輪先生にお答えいただきます。インタビューの後はワンポイントフランス語レッスンをお届けします。それではお便り紹介を始めていきましょう。今回は柳祐希さんからいただきました。こんにちは、いつも楽しみに聞いています。フランス語を学習して2ヶ月が経ちます。まずは単語の強化からと単語帳を作って語彙を増やしています。今は8個目に入ったところ。アンサンブルの講師にやる気がみなぎっているなら、書いた単語帳を初めから記憶していって、間違えたら初めのページに戻って繰り返すといいよとアドバイスをされたため、それを実践しています。2個目くらいまではなんとかできたが、3個目から限界が来ていて、スタートポイントを1個目ではなく2個目にと2個単位で行っています。8個目まで終えたので、昨日1個目を見返してみたらほぼ忘れていました。自分のできなさ加減にもう投げ出したくなっています。単語を効率よく覚える秘訣があれば教えてください、よろしくお願いしますというメッセージを柳祐希さんからいただきました。柳さん、ありがとうございます。今回は単語帳の活用方法について、この後三輪先生にお話を伺っていきましょう。さて三輪先生、今回柳さんのこのご質問ご相談なんですけれども、いかがですか？はい、まずは祐希さん、お便りありがとうございます。学習を始めて2ヶ月で単語帳をもう8個も作ったというのにまず驚きましたね。すごいと思います。いや、すごいですよね。はい、はい、学習を熱心に頑張っている証拠なので、まずは自分を褒めてあげてほしいなと思います。その上でその単語をなかなか覚えられないというのが今回の悩みのようですよね。ご相談内容を伺ったところ、単語帳に書き込んだ単語を暗記することそのものが目標になってしまっているという印象を受けました。記憶しただけで、つまり頭にインプットしただけで、実際に使うというアウトプットの機会がなければ、やはり残念ながら忘れてしまっても無理はないと思います。そうなんですね、うん、まずはこう覚えるだけではなくって、アウトプットの機会を作っていくっていうところが一つポイントにはなりそうですけれども、はい、今回は単語帳の有効活用方法ということで、どうでしょう、三輪先生から、今みたいなアウトプットの方法ももちろんなんですけれども、はい、どうすればもっと単語帳をうまく活用できそうでしょうか？そうですね、まず一つ目の提案としては、8個も単語帳を作られたということなので、その見直しを行ってみてはどうかなと思います。ああ、見直し。はい。8個作っていただいたと思うんですけど、それを多分リングでこうメモ帳をつないだようなものだと思うんですね。ええー。なので、その8個をまずバラバラにほどいて、そして書いてある単語を一つ一つ見直して、で、今の自分に必要で役に立つ単語と、そうではないものに振り分けて、優先的に覚えたいものをピックアップするという作業はどうでしょうかね。だからといってその時に不必要と判断されたものを捨てるのではなくて、おそらくもっと後に必要になるはずなので、どこかに保管しておくといいと思います。で、その作業をすることで必要な単語、覚えなきゃいけない単語の数が減りますよね。そのことで覚えることに対する負担も幾分減ると思います。まずはこう優先順位を自分の中でつけていくというところがポイントになるということですかね。はい。8個単語帳があるということは相当な数だと思うんですけど、必ずしも全てが今の祐希さんにとって必要ではないと思うので、
優先順位をつけるという作業をまずは行ってみるといいかなと思います。確かにそうすることで今自分がどんな単語を覚える必要があるかということが整理できると、より覚えられる可能性が増えるかもしれないですね。そうですね。そういった意味では、今分類っていうふうなお話があったと思うんですけれども、はい、こう優先順位だけで分けた方がいいのか、そもそも自分の中で例えばそれこそ名詞とか動詞とかというふうな形でカテゴリーに分けて自分の中で分類するっていうのも一つの方法にはなるんですかね。はい、次にそれを提案しようかなというふうに思っていました。あ、はい、はい、名詞、動詞、形容詞といろいろね品詞があるので、そのカテゴリーに分けて単語帳を作り直すとそれぞれにまあ特徴が出ますよね。そうすると複数あっても勉強や復習の際にそのカテゴリ別に分かれているわけだから、自分で検索というのもしやすいと思います。そうですね。あの名詞のあれは何だったかな、あ、自分の単語帳の中に確かあった気がするっていう時に探しやすいと思いますし、それがまあゆくゆくはちょっとしたこうオリジナルの辞書とか単語カードになるので、より愛着が湧いて使おうという気になるのではないかなと思います。確かに万全とこう書いていくだけではなくって、うん、いろいろ自分の中での優先順位とか今みたいに品詞で分けることによって、よりこう愛着もそうですし、自分で選択したっていうところがね、一つ強みにはなるかもしれないですね、うん、そうですね。一回作ることで満足するのではなくて、さらにこう工夫をするっていう作業を付け加えると、よりこう付き合いが長くなるし深くなるという点でもいいと思います。確かにこう単語帳は持ち運びもできますから、はい、そういった意味では愛着を持つことによって、うん、よりこう単語を覚えようっていうね意欲も出てくるかもしれないですね。そうですね。なるほど。まずは見直しっていうところと、あとは品詞であったりだとか、自分の中で優先順位をつけていろんなものに分けていく、分類をしていくという方法をお伝えいただいたんですけれども、うん、さっきこうインプットだけではなくてアウトプットの機会も作った方がいいというふうなお話もありましたが、はい、こうアウトプットをしていくためには単語帳をどう活用すればよりアウトプットができそうですかね。そうですね。単語帳を使いながらのアウトプットというふうになると、やはり単語帳を作る目的はまず最初に暗記っていうところがあると思うので、その作業をするときにそこに書いてある単語を使ってシンプルな例文を作って音読するっていう課題をその都度自分にプラスして進めていくといいんじゃないかなと思います。なるほどですね。これは、単語帳に例文を書き込んだ方がいいのか、うん、その単語帳を見たら自分の中で、頭の中で例文を思い浮かべた方がいいのか、このあたりはどうですか？まあ、私が言いたいのは、どちらかというと、後者ですね。はい。はい。というのも、単語帳のカードはすごく小さいと思うので、例文をたくさん書いたりすると、ちょっとごちゃごちゃして見にくくなると思うんですよね。そうですね、うん、なので書いてあるのはその単語だけ で例文を作るときは、まあ、頭の中で考えて、だからシンプルな例文っていうふうにお勧めしましたね。そしてシンプルな例文か、はいはい、シンプルであれば頭の中で作るときもそこまで、まあ、困難ではないと思いますし、ポイントは作って音読するっていうことですね。はい。ああ、作って音読、声に出して読むということですね。そうですね。やはり、うん、作文してそれを発音、音読するっていうのはセットでやってほしいですね。おお。はい。まあ、とにかくただ単語を記憶する、暗記するだけではどうしても流れ作業になってしまうので、記憶に一つ一つが深く残らないのではと思います。だからその単語を使って文を生み出す、そのために考えるっていう一歩踏み込んだ作業が必要で有効ではないかなと思います。単純な覚えるという流れ作業ではなくて、そこに考えるという行動をすることによって、はい、より単語が記憶に定着していくという流れですかね。そうですね。そのように覚えていけばより定着するのではないかというふうに思いますし、その作業をするときも、その作文という作業ですね。最初は現在形で作文。で、学習が進んできたら、
その時に勉強している、例えば過去形とか未来形で作文して、その時その時のフランス語レベルに合わせて難易度も変えていけば、同じ単語を使っても進化とか成長が見られて刺激があっていいのではないかなと思います。確かにその単語を使っていろんなバリエーションの文章を自分で考えられるようになれば、自信にもつながりそうですね。そうだと思います。実際に例文を考えて、あとは読んでみることで、アウトプットをすることでより記憶に定着はしそうな気もしますが、他にありますか？単語帳の活用方法。そうですね。先ほど不必要なものをこうどこかに保管しておくというふうに言ったので、まあ、学習が進んできて、その今持っている単語帳の記憶力というか、自信がついてきたら、以前その不必要と振り分けたものをまた見直して、そして成長している今の自分に必要なものをまた単語帳に加えて、そして必要に振り分けられた単語の中でもう完全に自分のものになったなと思うものは取り外してまた別の場所に保管するなり、習得済みというカテゴリーを作ってまとめてみたり、そういうふうにまた単語帳を作り変えたり進化させたりっていう作業も、まあ、ある意味楽しいのではないかなと思います。そうですよね。8個今回、柳さん作られたというふうなお話ありましたけれども、習得していけば、その数がどんどん減っていっても、それは別におかしくないっていうことですよね。はい。その単語帳は多分ご自分のために作られたと思うんですけど、いずれ必要ではなくなるかもしれないですよね。ですね。うん、その時のこう、成長のために、多分今作ってらっしゃると思うので、覚えなければいけない単語が減るということはすごくいいことです。そうですよね、うん、自分の身についたという結果ですもんね。はい。なので自分の進化とかに合わせて単語帳の、ま、内容なり数なりっていうのをこう減らしていくっていうのは全然いいことだと思います。そうですよね、まあ、こういったチャレンジをしてみること、まあ覚えたっていうところで不安にならずに、もうこれは自分の中で入ったから一度こう単語帳リングから外してみるっていうね、そうした取捨選択もプラスの影響になる可能性もありそうです。ちょっと三輪先生、僕今回のこの単語帳の活用方法のお話を聞く中で、はい、僕自身も経験があるんですけど、はい、ついついずっと単語帳をめくっていくと、この順番だったら次がこれ来るなって形の覚え方をすることもあったりするんですけど、はい、これは、やっぱりちょっとこう入れ替えてみたりとか、そういった工夫をしてみてもいいんですかね？あ、それはぜひやってほしいと思います。ああ、そうですか。私も同じ経験があって、次にこの単語が来るなっていうのが、はい、もうなんか覚えてしまうんですよね。そうなんですよね。そうです、そうです。なので、私自身行ってたことなんですけど、定期的にリングを外して、そしてシャッフルして、こうトランプみたいに、そして順番を入れ替えて、またリングで閉じて、で、こう順番を変えて、また同じ単語帳を見直すっていうのはやってました。ああ、そうですか。はい。もう私は疑い深いので、人間の脳は順番で暗記すると、先ほど言ったように、この順番だったら次はこれっていうふうに覚えてしまって、はい、結果的に単独でその単語を見た時に思い出せないってことがありますよね。なので単語の順番を時々入れ替えることによって自分を試すっていうことをゆうきさんもやってほしいなと思います。そういった意味ではもちろんこれは和訳っていうところ、裏に書いてある部分と実際に単語っていうのも、まあ、反対にしてみたりであったりとか、はい、いろんなシャッフルの仕方あると思うので、定期的にこうして変えていくことでうまくこう脳を活性化するとより覚えられるかもしれないですね。はい、その効果は期待できると思います。確かにな、ついつい僕もおっしゃっていただいた通り、次これ来るからっていう、こう、いつの間にかこう正解をね、自分の中でやっていくっていうことに、はい、こう、重きを置いてしまいそうな時もあるんですけれども、やっぱり入れ替えて、いろんな形で自分に負荷をかけていくっていうことも必要になってきそうですね。そうですね。ゲーム感覚で楽しんでやってほしいなと思います。
あとはどうですか、柳さんは今回8個作って、うん、まあ今みたいな形でやっていただけるとより効果は出てくるのかなと思うんですけれども、うん、三輪先生からこう柳さんに対してメッセージがあればぜひ。はい、あのお便りを読んだ時にですね、すごく真面目な方で、こう自分のできなさ加減にっていうふうにこう自分を責めていらっしゃったのがちょっと印象に残ったので、ぜひね、もし忘れたっていうことがあっても自分を責めないでほしいなと思います。もう忘れることは誰にでもあることなので悪いことではないですし、使わない情報を忘れるっていうのはもう誰にでもあることだと思って、そして忘れた理由を考えて、もしそれが今の自分に必要じゃないからだって思えば不必要に分類してもいいわけですし、ええ、はい、単語帳というのはやっぱりモチベーションを上げるツールじゃないと意味がないと思うので、こう自分に無理をかけすぎることなく、さっきも言いましたけど、こうゲーム感覚で楽しく単語帳を役立ててほしいなと思います。そうですよね、同じ勉強するのであればぜひこう楽しみながらで、モチベーションを上げて行っていく方がよりこう単語を覚えられる可能性も増えてくるんじゃないかなとお話を聞いていても思いました。はい、まあ、あとはこう自分を責めてしまうという部分はね、こう勉強していってうまくいかないとどん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 負のスパイラルに陥ってしまうという傾向は、もしかしたら他の方でもね、この単語帳じゃなくてもあるかもしれないので、今みたいに前向きで捉えるという気持ちは勉強の中ではトータル的に見ても必要かもしれないですね。はい、そうだと思います。やはり語学の学習は非常に道のりが長いので、前向きにですね、楽しむっていう姿勢でできれば行ってほしいなと思います。では三輪先生、今日はいくつものアドバイスをいただいたんですけれども、はい、最後にまとめていただいてもいいですか。はい、単語を覚えて語彙を増やすということは暗記することが最終目的ではないと思ってください。大事なのはその単語をフランス語の自己表現に役立つツールとして自分のものにすることが最終目標だと思います。ですからその時の自分に必要なものを選んでカテゴリーに分けて丸暗記するのではなく作文に取り入れるという形で頭で考えアウトプットすることで脳により強い刺激を与えながら自分のものにすることを目標として貪欲かつ楽しんで覚えていってほしいなと思います。それから時々単語の順番を入れ替えて自分を試すというのもいい刺激になるので、ぜひ試してみてはどうでしょうか。三輪先生ありがとうございます。今日は柳祐樹さんから寄せられた単語帳の有効活用方法について三輪先生にお話をいただきました。特に印象的だったのは作文に取り入れて頭で考えてアウトプットするという要素、そしてやっぱり場合によっては入れ替えていってで脳の定着をどうすればもっとよりできるかというところはすぐにでもできる行動なのかなと思います。今回ご相談をいただいた柳祐樹さん以外にもこうした単語帳の活用方法をぜひ実践に皆さんも取り入れてみてください。今日は三輪先生にお話をいただきました。三輪先生ありがとうございました。ありがとうございました。アラカフェットは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。ワンポイントフランス語レッスン、皆さんこんにちは。アンサンブル講師のミワです。こちらのコーナーではアンサンブルが自信を持って作成し、生徒様にレッスンや実習でお使いいただいているオリジナル教材の中から知っておくと便利な表現やポイントをご紹介します。さて今回はフランス語ビデオ講座文法解説ビデオ第8課より、人の性格を表す形容詞の中からよく使われるけれど意味を間違えやすい形容詞を一つご紹介します。
このテキストでは人の性格を表す形容詞がなんと60個も紹介されています。ポジティブな性格、ネガティブな性格、さまざまなものがありますが、例えば次の文、Il est réservé. Il est réservé. 彼はレゼーヴェだ。レゼーヴェとはどういう性格を表すでしょうか。まず、レゼーヴェという音を聞いて、多くの人は予約するという意味の動詞、レゼーヴェを思い浮かべると思います。私も最初はそうでした。そのため、Il est réservé.と聞いたら、彼は予約されている、忙しい人と解釈してしまったのですが、実は形容詞のレゼーヴェ、これは控えめな、慎重なという意味があります。ご存知でしたか。控えめな性格の方は結構いらっしゃるので、レゼーヴェという形容詞はとてもよく使います。最後にまとめです。人の性格を表すときに使われる形容詞、レゼーヴェ。これは、控えめな、慎重なという意味ですので、ぜひ覚えておきましょう。いかがでしたか？このように、アンサンブル・アン・フランセの自習用教材、フランス語ビデオ講座の文法解説編第8課では、人の性格を表す形容詞を用いて、人の印象を話す方法や、尋ね方について詳しく解説されています。第8課は3部構成、計29分にわたって会話例文や発音のポイントをしっかり学習することができます。ネイティブスピーカーによる会話音声や練習問題もありますので、視聴後の復習までしっかりサポートいたします。ご興味がある方はぜひフランス語ビデオ講座のホームページより無料視聴をお試しくださいね。それではまた。アビアントー。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしています。アンサンブルアンフランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆様、また次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。